どうも、パズル&ドラゴンで課金してまでレアガチャをやるくらいなら、そのお金で普通のガチャガチャをやった方がいいと思っている、監禁です。なので普通のガチャガチャをやってきました。今回やったガチャガチャは、未来警察 2021! 一回100円で未来の警察が使うであろう警察グッズが入ってるみたいです。大当たりは真鍮製の特殊警棒や、合金製手錠、そして金属製耐火金庫。どの商品も一体どこが未来的なのかはわかりませんが、狙うは金属製耐火金庫。通帳や実印を保管するのにちょうど欲しかったんです。ではつい先ほどツイキャス配信をしながらそのガチャガチャをやってきたので、その様子をご覧ください。今から、未来警察官2021、相当未来じゃん2021年って。これ何2021年でこれ、もうオリンピックやり終わった後？どれが当たるかわかんないけど、なんか当たるかもしれない。じゃあ100円投入しますね。投入しまーす。何当たるだろう。え？ちっちゃい。これ何これ？え？なんか当たったけど、え？何これ？え？え？ひょっとして？ひょっとして？ひょっとして外れじゃないかこれ。僕が当たったのは、狙っていた金属製耐火金庫ではなく、規制線テープ。事件現場に貼ってある、立ち入り禁止って書かれたあれですね。かなりアナログです。全く未来を感じることができません。そして何よりこんな商品じゃ納得いきません。なので今夜、未来警察官のガチャガチャをやりに行きます。リベンジです。その様子をツイキャスにて生配信します。配信時間は本日2月1日土曜日22時より。ツイキャスへのリンクは下の説明欄の方に貼っておきます。配信と同時に通知が届くのでサポーター登録の方もしておいてくださいね。今度こそ大当たり金属製耐火金庫を狙います。オールセクション、もろく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 じいさん。